はい、というわけで今回は、ジアトレッド平塚のプレオープン、あのソフトオープンだっけなっていう名前で、ホームページとかには出てないんですけども、平塚市民の方にはこうはがきというかあのビラが入ってて、それで行けるという感じで、来てみました。時刻は夕方なんですけれど もうかなり車が止まってますね。ということで、今日は、ジアトレッド湘南平塚の中を、やっとね紹介させていただけたらと思います。結構駐車場遠いですけれども、ここから入ってみようかなと思います。おー、プレオープンはあの準備段階のその本番ぶっつけだと従業員さん大変みたいな意味で、多分あの早めに開けているという意味でやっているものかなと思います。中を軽く一周して皆さんに状況とかをお伝えできればなと思っております。もうここら辺止めた方がいいのか。これ着きましたよ。これね、緑の中を歩いていくと安全が保たれるみたいですよ。横断歩道お願いしますって言われました。わすごいな、すごい、これですよ。この車の数ですよ。プレオープンでとんでもない数止まってますからね。車だらけでございます。これも立体駐車場もあるからね、そっちに止めてみても面白いかなと思いましたけども、今回はまあどこに止めてもそんなに遠くないんで良いのかなと思います。これですね。わあすごいかっこいい、これですね。こんな感じでございます。すごいすごい、めっちゃでかい。これですよ、これ。いやすごいな、これですよ、これ。いやお肉そうおしゃれやん、これ。こんな感じですね。へえ、ちょっと雨降ってきちゃいました。へえ、いやすごいな。どっから回りましょうかね、これね。もう新築の匂いしますよ、この中から。グランドオープンは4月28の朝9時となっております。そんな柔らかくはないですね。ところどころに机がある感じでございます。へえ。すごいな。これでもね空いてる方だと思うんですよ。多分オープンしたらねもっと人がたくさん来ちゃってゆっくり取れないと思うんですけどね。外にも机がございます。これ雨濡れてますね。もうね濡れちゃったらちょっと使いづらいですね。こっちでも入り口があって、そこがバイクの駐車場ですね。バイクは結構すぐ止められる感じですね。お店についてはねこう一つ一つ紹介してるとキリがないんで今回はスルーしますが、かなりおしゃれですね。やっぱなんかアウトレット、あの御殿場のアウトレットみたいな雰囲気な気がします。あ、スタバですね。スタバはもう行列ですね。ちょっと外に出てみました。スタバのテラス席ですね。ここからはあの公園にすぐつながっている感じですね。奥はねフットサルコートもございますが、外でサッカーをしている子供も思いますね。でここでテラスで注文をしつつ、あの公園で遊びつつという感じですね。いやーおしゃれですね。すごいな。風がね強いとすごい寒いと思いますよ。これはでも移動するだけでも結構寒いです。
強風が吹いた日にはもうなんか普通に来場が減ってしまうんじゃないかっていう気がしますね。ララポーターはやっぱ全部中に入ってるからいいですけど、ジアウトレット湘南平塚はもう寒い暑いの影響をもろに受けそうな、建物となっております。エスカレートの速度は普通ですね。そんなに遅くもなく速くもなく、上に上がりましてフードコートですかね、フードフォレストと書いてあります。こんな感じですね。一風堂だったりドトール、奥に五右衛門がございます。いや寒い、ちょっとこんな感じですね。やっぱでも思ってたよりアウトレット感がありますね。フードフォレストに入ってみますよ。これすごいですね、フードフォレスト中がちゃんとしています。やっと中ですよ。中こんな感じですね。マクドナルドがありますよ。トトマル食堂、おー、こんな感じですね。いやおしゃれだな。これは感染拡大を防ぐためのパネルでしょうか。まだついてるんですね。いやすごいいい匂いだ。そしてこんな感じですね。という感じで外にやってきました。あ、すごい、なんかもう行列ができてますよ。スーパーの行列ですね。あ、なんか生鮮食品を売ってるようなところに行列ができています。パンツのお店だ。やっぱり中に入る部分はないですね。外が本当にメインですね。今もう雨降ってるんですけど濡れ始めてますね。これが表の部分ですね。あの山田うどんがよくわかりますかね。奥に見えます、山田うどんですね。厚木方面から見るとこちらが正面となっております。とても頭に当たり前のことを言うんですけど、こう円形になってるんで今ぐるぐるしてるだけなんですよ。これはね、なんで店がこうずっと続いてるように思いますね。すごいわ。これは営業時間は9時ぐらいまでやるんですからね。夜なんてもう少し切れそうですね。下にはなんかおしゃれそうな車も止まっています。レクサスですかね、なんだろうあれは。いやーすごい、一個一個おしゃれですね。自然に囲まれたお店となっております。ということでこちらで一周いたしました。さっきそこから入ってきてって感じですね。モニターもいろいろやっています。おすすめスポット、ジアウトレットにはショッピングやグルメ、アウトドア体験も癒しもある。平塚狼ジアウトレット公園というのが先ほどあったあのブランコがあったところですね。4月28日グランドオープンとなっております。こういうところは上に屋根があるから雨の日でも座れるのか。でもちょっと足りない気がしますけどね、この傘の部分が。いやーすごいな、おしゃれですね。近場なのにね、なんか遠出したような感じな気分になれます。ララポータとはやっぱ全然違いますね、種類がね。エス
スカレーターにも謎のこの毛がついています。事故防止的なあれなんでしょうかね。やっぱりね、今雨降ってることもあって雨の日のあれがどうしても気になってしまいますね。ここも足りないんじゃないか、どうなんだろうかな。座ったらこう上に、ちょっと足りない気がしますけども、あ、確かに濡れてますね、ここね。なるほど。あとここのデジタルモニター非常に分かりやすいんですけども、ここも上に屋根がありませんので、これ使うときおそらく濡れてしまいますね。雨の日とかも結構こうびちゃびちゃになっちゃうんじゃないですかね。大丈夫なんでしょうか、そこら辺は。ということで、ある程度一周したんで、今入ってきたところはここで現在地で、この真ん中を見てね、終わりにしようかなと思います。でもやっぱりね、かなり平塚にいながらも、あの、平塚にいないような気分になれますので、おすすめな、皆さんの気に入るスポットになるんではないかなと思います。晴れの日とかは本当に最高ですね。ということで、ここで曲がったら真ん中、狼ビレッジですね。ビレッジは村という意味ですが、狼村みたいな。あ、ゴディバカフェもありますね、中に。これが中か。ここのテラス席も上に屋根はありません。やっぱり雨の日は濡れてしまいますね。これが中ですね。やっぱりでも新しい建物というのはいいですね。こんだけ雨の日ばかりの話をしていますがね、やっぱり感動はしていますよ、本当に。なるほど、こんな感じでございます。これちょっとおしゃれですね。木が、触ったら怒られそうだけど、アパレル、ネイル、アパレルと謎の番号が振られています。今いるのはここなんだ。あ、そうか。で、さっき真ん中に行ったって感じか。で、14、3号がゴディバですね。そこですね。こんな感じですね。へー、なるほど。最後に紹介します。これが一番大きいスクリーンです。なんか試合があった日とかはここでみんなで試合を見ながら、楽しめるというスポットとなっております。こちらですね。この芝生に座りながら、ライブビューイングなどを楽しむことができるようです。はい、というわけで今回は、ジアウトレット湘南平塚を、紹介させていただきました。皆さんもね、一度来たらね、感動するのは間違いないかなと思います。緑がやっぱね、素晴らしくてね、綺麗なスポットとなっておりますので、ぜひ、お越しいただけたと思います。やっと完成しましたね、本当にね。あとはグランドオープンは4月28日の9時からとなっております。プレオープンをずっとやっているかなと思いますので、皆さんも来てみてはいかがでしょうか。以上、平塚 YouTuber しんでした。では、もうすでにね、列ができているところがたくさんあったんで、オープンしたらとんでもないことになるかなと思います。はい、というわけで戻ってきましたが、駐車券がそういえばなかったんで、駐車券を気にせずに使えるお店というのは本当にいいことだなと思います。ララポートはやっぱり、でもララポートもね、なんかこのアウトレット湘南平塚に対抗してか、この前行った時、この前ってか一昨日ぐらいに行った時に、9月ぐらいまで平日料金無料みたいなことを書いてありましたんで、すごいいい改良だなと思いました。対抗してるかは分かりませんが。